ニトロ元の一般式ニトロ化合物とは、R 脳に構造を有する有機化合物である。特性元となっている一家の痴漢機脳には、ニトロ元と呼ばれる。単に、ニトロ化合物という場合は、R が炭素痴漢器であるものを指す。抗議には、硝酸エステルも含める場合がある。R が窒素痴漢器の場合は、ニトラミンと呼ばれる。また、ニトロ元脳にを、 化合物に導入することをニトロ化と呼ぶ。生体内においても、一酸化窒素から生じる活性窒素種がタンパク質、脂質、核酸をニトロ化することが知られている。その結果、ニトロ化された生体物質の機能が障害されたり変化したりする。IUPAG 命名法では痴漢命名法を用いる。すなわち母体となる化合物に、 窃盗時、ニトロをつけて命名する。例えば、ベンゼンに、ニトロ元が痴漢した、パノには、ニトロベンゼンとなる。多数のニトロ元あるいは硝酸エステルを持つ、ニトロ化合物は爆発性を持つ場合がある。ニトロ元を持つものとしては、トリニトロトルエン、ピクリン酸、硝酸エステルは、ニトログリセリンなどが例として挙げられる。ニトロ元の共鳴限界式ニトロ元上の窒素原子は、 静電化を帯び、酸素原子は不電化を帯びている。この不電化は図に示した共鳴限界式で表されるように二つの酸素、原子状に均等に分布している。ニトロ元は有機効果、共鳴効果の両面で強い電子吸引き性を持つ。ニトロメータンはメタンに、ニトロ元が痴漢した化合物だが、水素原子の酸性度はメタンと比べ格段に高く、 そのプッコは10.2である。ニトロ元を方向間に導入するためには、硫酸酸性条件下硝酸を作用させ、旧電子置換反応を起こす。硫酸と硝酸の混合物を混酸と呼ぶ。硫酸は硝酸より強い酸であり、硝酸をプロトン化し脱水することにより、ニトロニウムイオンを生じさせ、これがニトロ化の活性種となる。ヒドロキシモトや、 網の元などの強い電子供与器を置換器として持つ方向感は電子密度が高まっており、脳章3条件でニトロ化されうる。一方、脂肪属ニトロ化合物は相当する一級網を酸化して合成する。オキシムの酸化によっても得られる。他、ライサー・アット・インドール合成、フォン・リヒテル転移は方向属ニトロ化合物を基質とする人命反応として知られる。 ありがとうございます。